どうも、いこいです。今回はハロプロのバスツアーで起きた衝撃の珍事件について紹介したいと思います。まずはこちら、ナッキー泥酔事件。2016年、キュート矢島真由美ちゃん、中島咲ちゃんのしましまバスツアーでの一幕。オタクと一緒にテーブルを囲み、レモンサワーを飲んでいたナッキーが泥酔。途中、ろれつが回らなくなり、スタッフに強制退場させられる事件が起こりました。メンバーがオタクの前で酔っ払う姿を見せるのは超異例。チームキュートとの関係性がわかる素敵なエピソードだと思います。次はこちら。エリポンバス同乗事件。2012年、モーニング娘。新垣梨沙ちゃんのバスツアーで起きた珍事件。なんと、普段からガキさん推しを公言していた生田エリポンが自腹で参加。オタクと同じバスに乗車し、ツアーを心から楽しむ様子が話題になりました。撮影会ではメンバーに触れないでくださいとスタッフに注意されてしまいますが、エリポンの熱意が無事伝わり、ガキさん卒業後、面から黄緑の継承が行われました。次はこちら。10期富士急貸し切り事件。2017年、モーニング娘。10期メンバーのバスツアーが開催。定員を大きく超える1000人以上が参加し、大きな話題に。このバスツアー一番の目玉は、夜の富士急ハイランドを貸し切り。なんと、アトラクションも一部を除いて乗り放題。普段の事務所では考えられない、豪華すぎる内容でした。工藤遥香ちゃんの卒業前、10期が残した最高伝説として、現在も語り継がれています。最後はこちら。浜ちゃん大佐土下座事件。2017年、拳ファクトリーバスツアーで起きた衝撃の一幕。ゲームコーナーで負けてしまった浜浦軍が、浜ちゃん大佐に敬意を表し、集団土下座をする珍事件が起こりました。拳組のノリの良さと団結力が伝わってくる個人的に大好きなエピソードです。いかがだったでしょうか?皆さんの好きなバスツアーで起きた珍事件についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。